海の環境としてはちょうど海峡での養殖なもんだから結構潮も速くて、潮の速さっていうのはやはりまあ魚とかと一緒で身が締まるって言ったらいいかな、そういった部分で結構筋肉質の貝柱、貝殻も厚くて、サイズはね、だからやっぱり環境的にそういう風になると小さめになっちゃうんだよね、どうしてもね、環境厳しいっていうなことで日持ちするんだよね、小売店に出しても普通のとこだったら1日でもうすぐ死んじゃって次の日もむきめにして売るっていうような形なんだけど、2日持つとか3日持つとか本当に新しくオープンしたばっかりの場所だったら一部行ってもね、まあ一部ったら大体180m とかね、それで1トンくらいの、まあ1キロ引いたら大体5トン6トンっていうな漁獲量なんだけど、1日1トンから2トンくらいの間で、まあその曜日によってね変わってくんだけど、平成16年かな、25隻の5人乗りの船を20隻の6人乗りっていうような形で、平成15年に船を半分に切って2メーターくらい長くしてるっていうな、冷凍貝柱の値段がね1000円切って大変なことになったんだよね。普通はまあ今年で言うと玉レの値段が1450円だとか1500円だとかっていうような値段なんだけど、その当時は値崩れを起こして大変な時があったわけです。まあそういったことを踏まえてね、またこういう時代がいつ来るかわからないし、そういった厳しい時でも生き延びるためにはどうしたらいいかということで、まあそれで船一隻動かすっていうのは年間だいたい1600万1700万普通に操業するだけでもそのくらいかかるんで、まあ、5隻からなくなると、まあ、1億までいかないんだけども8000万くらい経費の削減っていうことになるから、一人でできることじゃないけど、まあみんなの理解があって、まあ将来考えればここ5年10年の話じゃないよっていうのは、まあそれでも納得してもらって。